女優の岡江久美子さんが新型コロナウイルスによる肺炎で23日に急死したとの悲報を受け、少女で女優の大和田美穂36が24日、自身のブログを更新し、その心境を吐露した。最愛の母が本当に亡くなってしまったとまだ実感できずに娘の寝顔を見ています。SNS や携帯にお悔やみの言葉もたくさん頂戴し、本当にありがとうございました。気持ちが落ち着いたら、必ずお返事書きます。こう切り出した大和田美穂は、さらに現状の思いをこう続けた。17日間、私と父は何もできませんでした。近くに行って手を握ることも母が好きだったミュージカルの曲や可愛がってくれた孫の声を聞かせることもできませんでした。亡くなった連絡が来ても駆けつけられず、家にいるしかない。父とも一緒にいられず母にも一度も会えず今はどこかで遺骨になって帰ってくる母をただ待っているだけです。コロナウイルスは本当に恐ろしいです。私たち家族のような悲しい思いを誰にもしてほしくありません。今はただそれぞれがそれぞれの場所でできることを。大好きだった母との思い出、たくさんあるので、今度書きますね。大和田美穂は、岡江さんと俳優大和田獏の一人娘。前日に公表されたツイッターには、フォロワーから数多くの励ましのメッセージが寄せられていた。